達也の手配、このドラドラ、メンツもありますが、チューンがドイツ早くて打点の高い手ができる可能性があります。なんちゃら前原雄大です。そうすれ一メンツ、シャーチャに金子正輝、こちらはメンツはありません。ペーチャに村上純です。こう見ると鈴木達也親番ですが、そうですね、このドラドラを何とか生かしたいところですよね。これどうなんですかね、あの面前派で有名な達也君ですけども、このチューンを1枚目から仕掛けていくのかちょっと見たいところですよね。他の部分が比較的愚形なので、はい、まあ、逆にスピードを合わせるために1枚目を仕掛ける可能性も結構あるように思いますけれどもね。これで断面が増えました。ね、やっぱりマンズはね4689ですしね、ピンズもペン3ピンだし、はい、面前で仕上げるにはちょっと厳しいかなっていうところですね。仕掛けるときにはやはりチュンからになるのか、それとも先に愚形から仕掛けることもあるのか。あ、愚形もあると思いますよ、そのあたりの出方。まずこのチュン1枚目は泣きました。泣きましたね。鈴木達也の1泣きです。これ相手からどう見えますかね。1泣きしてきたということで、やっぱりドラ2枚以上っていうのは想定内になりそうですけどね。ありますよね、やっぱり。鈴木達也の最強戦での風呂データもご覧いただいていますが、最強戦では風呂なかなか低いですよね、やっぱりね。 9.5% はね、これはかなり低い数字です。うん、早くも小さそう。そうですね、村上プロはあの上茶なので、まあ、もう受けに回りましたね。すごい警戒してますよ ね、 やっぱりね。金子正輝がシャーチャですが、シャーがドイツ4ドイツ目ですね。現物現物と切っていきました。これで仕頃も見えてきましたね。そうですね、満貫まで見える手配。ただ形はね、この前原さんがハイパイから一番いいんですよね。はい、前原は両面両面のイーシャンテンです。村上は早くも受けに回っています。まあ、この辺りやっぱり村上は見切りが早いですよね。もう自分の手に価値がない。そうですね、はい、金子さんはね、これシャー2枚切ってピン風に持っていきたいところでしょうけどね、はい、間に合うかどうか。ただ鈴木達也は現在この形、何がドイツになりましたが切っていきます。そして天敗は前原、ね、ウーワンローワン3ワンと切ってリーチはスチーワン待ち。これちょっとスッチーマン、まあ、イースーマンの方に見えてしまいますよね。そうですね、ゴールドラリアンマンですからね、はい、シャアがあんこになりました。あ、これ金子さんはちょっと危ないかもしれませんね。あ、そうですね、これで次ね、次チーマンですよね、はい、金子が少し危ない形になっています。金子さんも そんなに打点があるわけでもないですけれどもね、はい、あの形もいいので、あの簡単に引くような場面ではないですよね。一発前原はウーピンでした。あ、これはいいんじゃないますね。これは出ますか、金子のリーチ宣言杯を捉えました。前原の上がり裏番乗らず、リーチピンフ2000点の上がり、まず前原が2000点を上がって比較的おとなしく進みました。そうですね、はい。